アラセは宇宙科学研究所が2016年12月20日に打ち上げたジオスペース探査衛星である。命名前の通称は計画名のエルグ。日先に続く小型科学衛星シリーズの2期目で、内の浦宇宙空間観測所からイプシロンロケットで打ち上げられた。地球近傍の放射線帯における高エネルギー粒子の生成と消滅。 磁気嵐の発達のメカニズムの解明のための観測を行う。当初計画では2015年度に打ち上げ予定であったが、事前に予見し得なかった技術的課題の解決などを理由に打ち上げ予定が2016年度に変更され、2016年12月20日20時に打ち上げられた。これを受けて JAXA はエルグの愛称としてアラセと命名した。 エルグが荒々しい高エネルギー粒子に満ちたバンアレン体という宇宙の荒瀬にこぎ出していく衛星であること、肝付町の荒瀬川に鳥の美しい鳴き声に関する伝説があり、コーラスを観測する本衛星にふさわしいことに由来する。衛星バスには NEC と JAXA が開発したスプリントバスを採用する。機体重量は 350kg である。 コンピュータシステムのアートスは、T カーネル2.0が、ベースの航空宇宙分野向け高信頼、アートス、T カーネル2.0エロースプイスである。ABCDEFG、ジオスペース探査衛星、アラセの軌道変更運用の完了について、JAXA、2017年1月15日閲覧。AB、ジオスペース探査衛星、エルグパンフレット。 JAXA 2017年2月6日閲覧。日本固体燃料ロケットイプシロン2号機の打ち上げに成功。中央日報。2020年10月15日閲覧。第15回宇宙科学探査部開始料1宇宙科学探査プロジェクトの検討状況について。JAXA 2015年1月8日閲覧。ABCDE。 ジオスペース探査衛星の太陽電池パドル展開、および、衛星の相性について、JAXA、http://www.jAXA.jp p r e s s 2016 12 20161220あらせ JHTML2017 年1月11日、閲覧。日野ゆうた。YRP。 航空宇宙分野向けに信頼性を確保したリアルタイム OS を開発。マイナビニュース。2015年1月8日閲覧。ABCDEFGHI ジオスペース探査衛星エルグプレスキット。JAXA 2017年1月11日閲覧。ワイヤーアンテナの進展完了について。JAXA 2017年1月22日閲覧。 ジオスペース探査衛星、アラセのクリティカル運用期間の終了について、JAXA、http コロンスラッシュスラッシュ w w w j a c a j p スラッシュプレススラッシュ2017スラッシュ01スラッシュ20170123あらせ JHTML2017 年1月24日。閲覧。ジオスペース探査衛星、アラセの定常運用への移行について、ISES。 JAXA 2017年3月30日閲覧。ありがとうございます。